かさん、大宮アルディージャー塩田選手にお越しいただきました。まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。改めてこの勝利、まあ、開幕戦での勝利でしたが、どういった手応えでしょう。そうですね、まあ、褒められた内容ではないですけど、僕たちにとって勝ち点3ってすごく重要なもので、最後まで集中切らさずやれたのが良かったと思います。その集中の高さというのは伺いましたが、どんな思いでチームとしてはこの開幕戦を狙ったんでしょうか。そうですね、キャンプからいい準備しましたし、去年も厳しい J2、サポーターと共に、乗り越えてきたので、今シーズン J1 という、高い舞台ですけど、そこにみんなで臨もうと思って、挑みました。あと個人的な部分を伺いたいんですが、この特別な場所、そして特別な相手を、FC 東京と戦うということになって、どんな風に今日を迎えて、そしてどんな風に90分を過ごしたんでしょう。まあ、いろんな、思いある中で、しっかりと、それを内面で、コントロールしながら、この日に臨みましたし、本当に、まあ、本当にいい姿を、見せたいなと思って、立ちました。大宮の多くのサポーターが、ね、声援を送ってくれたので、力になりました。改めて今シーズン塩田選手の思い、そしてこう抱負を聞かせてください。そうですね、地道に僕らはチャレンジャーなので、地道にこうやって、一戦一戦、頑張っていきたいと思います。アジスタでの無失点いかがでしょう。良かったと思います。多くのサポーターが、応援に来てくれたので、最高の雰囲気の中でできましたし、また次につなげていきたいと思います。塩田選手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。まあ、何かこう時折胸に詰まるものもあったような。